はいはい、どうもケース。本日はですね、新しい目標ができましたっていう話をね、していきたいと思います。ちなみにノーカットでいくので、もし遅いなと思う方は、右下の、こっちかな、の2倍速とかにして見ていただけると幸いです。で、早速なんですが、新たに目標をね、ちょっと立てたので、それについて話していきたいと思います。で、今回思った目標は、インスタグラムを頑張ります。インスタグラムのフォロワーをめっちゃ増やしたいと今思ってます。で、何を今更そんな話をしてるのかっていうことなんですが、それについてちょっとグダッとね、詳細を話していきたいと思います。大きく分けて多分2つあって、1個が、海外で戦えてないなっていうふうに思いました。で、これはどういったことかっていうと、まあ皆さんご存知の通り、今ドイツに住んでいたり、ロンドンに住んでたり、まあその前はロサンゼルスにいたりとかっていう感じで、割と仕事面、働く仕事面では、外でやってるし、世界で戦うグローバルでやるみたいな部分は、まあできてるのかなと思ってます。ただ、自分のコンテンツですね。例えば YouTube だったり、Twitter だったり、ブログだったり、インスタだったり、この辺のコンテンツがもう全部日本語なんだよね、実は。もちろん英語だったら喋れるので英語で撮ればいいじゃんっていう話になるんですけど、まあそしたらチャンネルは別にしないといけないしっていう感じで、なかなかね、自分のコンテンツとしては外で戦えてないなと思いました。で、やっぱりその仕事としてはやってるけれども、そうじゃなくて、まあインフルエンサー部分の顔としてちゃんと自分のコンテンツクリエイティビティで、ちゃんとね外に出していきたいなって強く思ってたっていうのが、まあ一つです。はい。ちなみにインスタグラムは現在1129人のフォロワーがいます。で、やってはいるんだけど、メインはストーリーに上げてるんだよね。ストーリーに旅のあれとか日常のあれを上げてます。で、実際のポストは、恥ずかしいことに、今年、今これを撮ってるのは9月の、もう、9日ですが、あ、9月9日ですね。まあ、それは置いといて、9月の9日ですが、今年投稿したポストは、なんと2個なんだよね。で、1個は、ちょっとネタのフェスの動画で、もう1個が普通のポスト。という感じで、なんかインフルエンサーを名乗って活動したにもかかわらず、インスタのポスト少なすぎじゃねっていう根本的な問題がありますと。で、あとは、自分がちょっといいなって思った写真、好きそうな写真をパッて適当に上げてたっていうだけで、ちゃんとした運用はされてませんでした。もちろん、自分が使うっていう意味では見てるんだけど。で、そこを、こうもうちょっと手を入れて、ちゃんとやってったら、どれだけ伸びれるのかなっていう、期待、川残用にはなっちゃうけど、そこを考えてます。で、話逸れちゃったんだけど、2個目の理由としては、もうこれはね、ちょっと言うか迷ったっていうか、本当に子供をじみてるような話なんですけど、もうね、インスタグラマーの人に、マウント取られがち。これどういったことかっていうと、一応、まあ、詳細は伏せるけど、詳細伏せって話すけれども、一応インフルエンサー枠にはいるじゃん。このアウトプットとか、FIFA とやったり、ホテルズドットコムさんとやったりとか、そのインフルエンサー枠にはいる身として、もう会話の中だったりで、自分から、はい、YouTube やってますっていうことはほとんどないんだけど、この自然の流れの中とかだったり、いろんな案件のものをやったりする際に、こうマウントを取ってくる人たちがいるんですよね。残念ながら。フォロワーの数で。で、ビッグネームとはやっているけれども、実際の数字を見たら、めちゃくちゃ少ないわけじゃん。1000って。ってなると、向こう1万人とかの人からしたら、え?みたいな。フォロワー何人ですか?とかなんかこう、インスタグラムバーって見てて、1K? みたいな。1K、1000ですね。みたいな。状態になって、で、これがね、自分的にはすげえ悔しい。すげえめちゃくそ悔しくて。いやー。で、まあそういう人たちが、まあ誰とかそういうのじゃないんだけど、こう見ていくと意外とエンゲージメント率って言って、その
フォロワー数に対しての一つずつのコメントだったり、基本はいいねの数かな。いいねの数をエンゲージメント数で出したりしてるんだけど、結構少ないんだよね。1万人フォロワーがいても100いいねしかついてませんよとか。で、だったら自分が1000フォロワーだったとしても200いいねついてますよとか。だったら、まあ、自分の方が価値ある投稿ってなってるのね。ただ、とはいえとはいえ、この今やインスタグラムってもう名刺代わりみたいになっちゃってるんだよね。から、そこで、その、最初のこのパッて見た時の入り口で、ちょっと、大きい数字を挨拶代わりに、ちゃんと出したいっていうのと、あと、自分としても、そんなにこうね、年間2個しか投稿してなくて何話してんだよって話だけど、納得いってない部分があって、もっとやりたいし、もっといけるだろうって思ってます。なので、今回ね、この、大きく分けて2つの理由から、インスタグラムをもっと頑張りたいなと思ってます。で、あとは、最後にちょっと付け足すみたいな感じになっちゃうんだけど、もし仮に、自分がフォロワー、まあ、1万人、もしくは10万人、多分ね、1万人のところは、想像が若干つきます。というのも今、YouTube がだいたい9000いくらで、ほぼほぼ1万人になると。で、多分インスタグラムがこう1万人とかなっても、まあ、知ってる人の範囲だったり、自分がこうやってきたインフルエンサー業活動の中からするとなんとなく想像がつくんだよね。その1万人の周りの雰囲気って。でももしこれが10万人、インスタで10万人、もしくはインスタで50万人とかいった時には、多分その見えてる景色がガラッと変わると思ってて、でそうなった時にどんな楽しいことが待ってるのかなって思うと、ちょっとマジでね、やりたいと思ってます。絶対楽しいでしょ。50万人フォロワーで、もっと企業案件とかでかい案件とかできたり、いけないところこう入っていけたり、撮影許可取れたり、旅行の幅も広がるだろうし、多分ね、できることがもう今とは格段に違うと思うんでね。で、自分がよくフォローしている、結構クリエイティブとして好きなのが、ロシア人の方のインスタグラマーだったりで、もうね、マジックス強くて、もう1じゃない、100万人とかフォロワーがいるのね。50万人どころじゃなくて。で、そういう人たちのを見てると、もう本当に毎日楽しそうだし、まあ、自分の生活と比べてどうこうっていうあれではないんだけれども、本当に、その旅行のアウトプットとしての質と量が全然自分とはるかに差があるし、なんか、ここのクラスに行って、自分もそれだけできるようになったら、どんだけ楽しいんだろうなって、っていうことを想像しちゃうとワクワクしちゃって、なんかそう思っちゃった瞬間にもうやるしかないなっていうふうに思ってきてます。で、とはいえそれまでの道のりってすげー大変だし、どんなにすでに有名なスポーツ選手でも50万フォロワーって意外といなかったりするんだよね。からどんだけ大変な道なのかっていうのは自分が一番分かってるつもりではあるんですけれども、まあとはいえちょっと思ってしまったし、ずっとなんか、ああ、ってやってるのもダサいなと思ったので、とりあえずできるとこまでやってみて、どうなのかなっていう風にしたいなと思ってます。はい。なのでね、もし普段 YouTube 見てくださってて、Instagram 実はフォローしてなかったよとか、いや、そういうことなら、ちょっと乗っかるわ、いいね毎回押してやるわとか、コメントを残してやるわとか、何かあったらね、ぜひ、Instagram もフォローしていただけると幸いです。こんな感じかな。いやー本当にね、なんか高校生とか、なんだろう、子供が言うようなね、フォロワー増やしたいですみたいなバカみたいなね話を普通に語っちゃってる自分もなんだけど、まあ本当に思っちゃったし、思ってたし、まあここでチャレンジできなかったら、チャレンジっていうまでも失うものも何もないっていう状況なんだけど、ここでちゃんとやんなかったら、まあ多分3年後5年後とかもまた、あー1000人か、くそー、みたいなね、状況があると思ったので、ちょっとここで一旦ギアを入れ直して、ちゃんとね、世界でクリエイティブのアウトプットとして戦えるようになりたいなと思います。こんな感じかな。もしね、この動画がいいと思ったらぜひいいねとコメントいただけると幸いです。ではまた、ボンベージュ、バイバイ。